はい、それでは今日はですね、このなぜ和食でアトピーアレルギーが良くなるのかということで、まあ、この本にもいろいろ書かれてますが、それについてお聞きできればと思います。お願いします。今の日本の子どもたち、カロリーの取りすぎだと思います。カロリーの取りすぎ。カロリーの取りすぎですね。私たち子どもの頃、こんなに今の子どもたちのように肉、卵、乳製品、白砂糖、ふんだんに取ってませんでした。その中でアトピーなんて、子どもたちも全然いませんでしたしね。喘息、鼻炎、花粉症といった子どもたちもほとんどいませんでしたよ。ちなみにいなかったのはいつの何年ぐらいの話ですか？1965年ぐらいまではそうなかったんじゃないでしょうかね。まだ日本の食が残ってたってことですね。はい、1975年代ぐらいからも急激に欧米食が入ってきましてね。だからそういった日本人の体質に有り余ったものが口から入ってるんですね。だからそれが肌を通して出ようとしているのがアトピーであったり、喘息、鼻炎、花粉症、乱視を通して出てくる。先ほど言われてた発散型というのが、そういった症状。そうですね。もう一個は内臓型が。内臓型が肥満であったり低体温です。この低体温ってまさに今問題になってます。そうですね。もう子どもたちの平熱はだいたい36度5分から7度が平熱なんですけどね。今もう36度5分以下の子どもたちがほとんどです。それはもう何歳児からそういう子が多いんですか？もうね、まあ以前は3歳児からでしたけど、3歳児抱っこすると、はい、この子熱でもあるんじゃないのと思うくらい暖かかったんですね。ところが今冷たい子もいて、はい、これは特異体質かなと思ったら、はい、結構冷たい子がいますね。こういうお子さんは本当病気しやすいです。なるほど。そして今のお母さん、こう熱が出るとすぐ病院に連れて行きます。確かに、はい、で抗生物質もらいますね。なるほど。抗生物質、確かに悪い菌殺してくれますけれども、いい菌も一緒に殺してしまう。それ重要ですよね。悪い菌、まあ一時的には死にますけど、はい、いい菌まで死んでしまう、そうなんです。それで治らないからってまた他の病院に、病院のはしごをされる。もうどん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 追い込んでいくんですね。だから熱っていうのは、体に入ったいろんなものが出よう出ようとして出てるのが熱で出てきてるから、はい、外から冷やしてあげる、これが大事ですね。そしたら熱はね、自然と下がったりします。そしてこう熱が出ると、食事を取らないからといって、お子さんに何が食べたいなんて聞いて、アイスクリームが食べたいって言ったらアイスクリーム食べさせたりするけど、これがまた追い込むんですね、体を冷やすから。体を冷やす。だから熱があるときはおかゆさんですよね。これに梅干しをちょっと入れて食べさせると熱も引いていきます。こうしながら子どもさんの健康管理をお母さんがしっかりとできるようになれば、お子さんは病院に行かずとも風邪ぐらい発散させることができます。なるほど。この本当に今そのアトピーアレルギーというのはものすごい、こう戦後ですね、はい、増えていると思うんですが、やっぱり原因というのは、先ほどおっしゃった高カロリー、つまり高脂質、そうです、脂質の取りすぎだってことですか？そうなんですよね。それともう一つ、やっぱりこの国ほど食品添加物取ってる、なるほど、現代、ね、人はいないと思いますよ。はい、だからそういったものも全部ひっくるまって、こうそういった悪さを体の中で起こしてるんですね。だからこう食の重要性をやっぱりこう妊婦さんからしっかり私は学んでいただきたいなということをいつも思っております。なるほどですね。素食を中心とした、まあ低脂質なものですね。そうですね。それでも十分エネルギーが続いたと、もう十分エネルギーです。そういうところですよ。そういった体に負担のない食事を、もう一回見直してですね、やっていくことで、こういったアトピー、アレルギー症状というのが、そもそも起こらなかったりとか、弱まっていくと、そういう話ですかね。食を刺せば医者いらずの体になるんです。私は子供の頃風邪ひいて病院にかかったことないですよ。もう祖母が山に行って草を取ってすり鉢で吸っては、はい、これを飲んどきなさい。もうそういうことでね、薬草みたいな感じですね。そうなんです。もうね、っていうのは人間に必要なものは全部自然界に溜めてくれてます。で今園長おいくつなんですか？
77歳でも本当にお若くて、はい、まあ、元気な秘訣というのはまさにそういう食にあるということです、ね、はい、子供の頃ですね、子供の頃やっぱり体を作る時が一番大事だと思うんですね、うん、なるほどですね、うん、6歳までまさにあの味覚ができるということで、だからこそやっぱりこの6歳までにしっかりとした食を、はい、うん、そうなんです。今の小学生は甘い、辛い、苦い、酸っぱいをこの舌で感知できなくなってます。つまり小さい頃からインスタント食品、ジャンクフード、出来合いのもの、味の濃いものばっかりでね、あの味覚が作られてますのでね、出汁の味なんてわからないと思います。なるほどですね。いや、まさにその幼少期の食が一生決めてしまうと、 まあ、それぐらい柔軟だよ、はい、ということですね、はい、ありがとうございました。本日のまとめです。食の欧米化による食生活がアトピーアレルギー時を激増させている原因である。これらは伝統和食で改善することができるでした。